すごい楽でも、あのシャンプー髪の毛洗うときにトリートメントを塗りすぎるのが問題で、髪ね多分今結べないか、あいやギリ結べるかな。そうだ、大学卒業してから配信してなかったから本当に久しぶりです。ありがとうございます。嬉しい、本当にみんなのおかげなので、応援ありがとうございました。やっぱりね、卒業、大学は本当卒業するまでもう報告せずに行こうと決めてたので、無事に報告できて嬉しかったです。何回もメールで書きたくなった、今こういうのしててとか、こういう授業しててとか、今こういうレポートがあってとか書きたくなったけど、でも、もう半年卒業するって決めたから、ちょっと卒業するまでは甘えずに行きたいと思って、報告というか、ファンの方にはあまり話さず通学してました。ね、だからいい報告ができてよかったです。でも本当にね、あの辞めるっていう選択肢はずっとなかったので、一度も辞めたいって思ったことはなかったんだけど、親のおかげで、そう、もう親ももうね、最悪ね、何年かかってもいいやんねみたいな感じで、そう言ってたからね。本当に親のおかげもあるし、そう、親も入れたことに驚きでしたからね。まあダメ元でねみたいな、ダメ元でまあね、受けるなら応援するけどみたいな、から受かった時はすごい驚いてたので、まず受かったことにね驚いてたから、卒業できてよかったです。ねえ、まあなんかどうやって大学生活乗り切ったのとか、これから大学生になる子、ファンの方で大学生の方結構いるのよ。そう、ファンの方でね大学生の子いるから、でもね、もうね、自分、私よりも多分大学生に専任してる子の方がきっと便利なアプリとか知ってそう。私は結構ね、それこそノートを作るとかさ、昔ながらの感じでやってたからさ、タワーが立ってる、メロンさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。タワー、口がタワー、ありがとうございます。もう一人誰、もう一人誰かな、教えてください、誰か、誰か教えて、メロンと、あ、もう見れなくなってる絶対。日本、同じ方ね。メロンさん、日本ありがとうございます。日本ってひらがなで書いてあると、日本人ってことみたいな、なんか違う解釈しちゃった一瞬。そうだね、私は本当にね、アプリかな、アプリとか
でも最後のね、あの私の半年あどうしよう、 YouTube で話した方がいい？でもまあね、ショールーム見てくれてる方にね、あの話したい、私の作戦私のあのもう留年しないための作戦聞いてほしい私の後半半年の授業の作戦話すね。あのまず私はやっぱり今までっていうか、あまずなんかまあもう何、じゃあ2年前の話から、2年前から話す、え1年前か1年半前から話すね。3年生の年、あ4年生の年だ、4年生の年から話すと、まあ、4年生であまあ卒業できるなって計算的になってたから、私は前期に詰め込んで、で後期も、まあ、前期最悪あの取れなかった時用に後期もまあ何何やろな、ちょっと重ねて取ってたの。それこそ前期で取れたら後期外せるように、後期も一応前期と同じ種類の単位を取ってるみたいな、でちょっと重複した状態取ったのね。話しましたか？そうで、まあ、前期結果、前期が思った以上に取れなくて、前期本当はねなんかいけるってなってたんだけど、結果なんか急遽いろいろ決まっちゃって、であ無理じゃん前期ってなって、で前期ほぼ取れなくて、そうしかもね本当にね不注意なんだけど、月曜日私的にはあの月曜日結構私休みが多かったのね、 AKB やってる上で月曜日が多かったから、休みがだから月曜日に私基本詰め込んでたの。それこそあの5日間全部あの3単位ずつ取るとかができないから、そのお仕事もするためにやっぱり5日間のうちの、まあ、土日は絶対マスで休みにするとして、それこそ木曜とか金曜が結構埋まってくることが多いから、この2日を空けてこの3日に詰め込んでたの。月火水に詰め込んでたのね、授業を基本で。一番詰め込んでたのがやっぱ月曜日だったの。月曜日は基本行けることが多いから、そうなのになぜか、でそれもねあの事務所の方で伝えたんだけど、でも仕事は必ずそこに振り分けられるわけもなくて、みんなのスケジュールがやっぱあるから、メンバーは何人もいます、 AKB はたくさんメンバーがいるから一人に合わせることも難しく、結果あと何先方のスケジュールもあるしさ、結果それで月曜日に入ることが多くて、でそれであやばいと思いながら、ギリギリまで調節してたから、調節何聞いた授業は、まあ、ギリ前期で取れた授業もあったんだけど結果無理で、でまあその前期で取れなかったのを、まあ、後期に回してみたいな、で後期にギリギリ卒業できる単位全部マックス入れ込めたんだけど、だから後期前期15単位で、後期その15単位取り切れたら、まあ、後期はあのとりあえず12取ってるけど、でも何個か重複してるから後期は本当に7単位とかそのくらいでいけるって感じで、本当にすごくない？ 7 単位そう20そうまあ15単位取ったら後期はもうそれこそ3教科4教科ぐらいでもう終わるって感じだったの。だからあよしいけるってなったよね去年。それが、まあ、前期で取れませんでした。で後期に結果4単位やから12単位取ればよかったのが、結果蓋開けてみると全部で21単位取らなきゃいけないっていう現状が大きい。22単位やからまあ11単位みたいな、なって、え計算ミスじゃない、普通に本当に前期取れなかったの。前期がほぼほぼもう落とす状態になってしまって、まあ、結果自分を追い込む羽目になったんだけど、そうまあそれで22単位取らなきゃいけなくて、足りたんだけど
足りるっていう計算になったんですよ。後期22単位全部取れたら足りるよっていう状態になったんだけど、結果でも22単位中の私20単位も取れたんです。そこだけは自分を褒めた。本当に、いや22単位って頭抱えてた状態からの20単位取得できたんだ、嬉しいってなったんだけど、まあ1単位は結果さ取れなかったわけだから、そう、まあそれで私が編み出した作戦は作戦は先生に顔を覚えてもらう。そう、もう授業も絶対に一番前の席に座って、で絶対にあの先生がだいたい質問するというか投げかけてくるから、その時に必ずあの一番あのいい反応をすること。そうで1列目でノートも書く。そう、先生のねアドバイスだからね。 それも目の前でもうずっとひたすらで、もう前授業も15回ぐらい会うわけじゃん、絶対その1列目前で。で、まあ、仕事があったりとか早退する時とかもうごめんなさいとも言いながら途中で逃げたりで、なんか話しかけに行ける時は話しかけに行くっていうのそのせいで、そのせいで単位もらえたかどうかはちょっと分かんないけど、分かんないんだけど、でも、まあ、先生と話しやすくなったというか仲良くなれた気がするな。そう、私はこんだけ参加してるよっていう、とりあえず私はこんだけ参加してるから単位くださいと思いながらやってた。あ、そう、似顔絵の先生でも最後の先生が一番好きだった。本当になんだろうね、やっぱ最後の先生っていうフィルターもかかってたのかもしれないけど、でも情が熱い先生っていう感じで、その YouTube のさことも載せていいですかみたいな似顔絵とか、あの動画をね、あの送ったの、先生の似顔絵描いてそれを写してるところを送ったりしたけど、元気ですかみたいな、似顔絵の先生あの似顔絵似てるのかな、わかんないけど特徴は捉えてると思う。あの似顔絵めっちゃ情が熱い先生だから、あとたくさん本読んでて、あのこの本のこれがみたいな、すごいあの何話してる内容の厚さがすごかった。ひげ生えてる。オリジナルはね見るかどうかわかんないけど、でも結構ほんと定年退職ギリギリの先生だからね、まあ好きだったな、すごい。あの一回あ言ってないっけ、これ言ってないかも、言ってないかこの話言ってないよね。そう、ファンのことにあんましてなかったもんね、大学の話も。一回面白かったのが、うつ伏せ寝てるね学生多いの大学って。90分もあるし、結構ねあのあーたー何タワータワー来たの、タワー誰、カティオ、カティオタワーありがとう、ありがとう。大学生って自己管理だから基本自己責任なのね、何をしても。それこそ授業聞かなくても、まあ、テスト100点取れればいいみたいな、そんぐらい結構自己管理だったから。あ、田島さん、田島田地ありがとうございます、ありがとう。そう、自己管理の世界だから、授業もほぼほぼね、授業によるけど本当全部出なくていいよみたいな、
テストさえ100点取れるなら全部出なくていいよみたいな先生が多いのね。そうだから、まあこうやって寝る人もうつ伏せ寝る人もいいんだけど、その先生、そのことに対してね、先生がね怒った日があったの。いや、さすがに多すぎる、うつ伏せ寝るの多すぎる、やっぱ授業受けに来てるわけだしみたいな、お金も払ってるでしょみたいな、だからちゃんと聞いた方がいいよみたいな、怒られたのみんな。その中その中、私はなんか一人だけ、あのこの子はね、私名前は言ってなかったから、この子はねって座席番号言ってたんだけど、この いつもここにいてくれるこの子はってすごい指さされて言われて、寝てるけど、まあ目を閉じてうつ伏せにはなってないから、まあまだいい子なんだなっていうのは伝わるよねって言われて、だからまあちょっとうたた寝してるのはバレてたみたいな感じはあった。そう、え、でもね、私は違う、うとうと寝だからね、話聞きたいけど、うわっみたいなうつ伏せではね、もう諦めてはないから。私はメールで書いたっけな、なんかね言った気がする、この話は。そう、まあそれ、そういうこともあった。船なんか波打つ感じ。あと私がよく使ってたのが、あのパソコン開いてたから、パソコンを見る感じでこう一瞬目を閉じるはしてた。結構バレない、これをバレないと思ってたんだけど、これがバレてた、これがバレてたから、もうそっから寝づらくて。そう、そう、うまい、あの空気感でね。っていうことがあった。うたた寝の術。いや、もうまぶたに明確とかバレすぎだからね。でもパッと見わかんないのかな、先生って。ねえ。いや、そう、なんかバレてないように見えて、やっぱバレてるんだなとは思った。やっぱ先生って意外と見えるよね。そう、ステージからもめっちゃ思う。教室とステージって似てると思う、 AKB 劇場って。教室と AKB 劇場似てる。教室も多分大人数いるから、ファン側とか何、生徒側はそんなにあの見られてると思ってないと思うけど、教壇に立ったらめっちゃ見えてるじゃん、周りの前の生徒の顔が。 AKB 劇場もそんな感じ。みんな多分大勢の中の一人だと思ってるかもしれないけど、ステージからしたら、え、めっちゃ顔見えるの。あくびしたりとか、ちょっと目つぶってたりとかしても見えるし、そう、こそこそなんか話してるのも見える。そう、実は見えるんです。だから教室とステージで似てる気がする。え、私怖い話してる今もしかして。そうとか、めっちゃ笑顔とかめっちゃ見える。あ、すごい、なんか歌ってくれてるとか踊ってくれてるとかすごい見える。そうだよ、他の子見てても見えるしね。見えるんだからちゃんと。うん、柱の後ろは確かにさすがに厳しい時はあるけど、そう、まあ上心も言っちゃえば見えるね。そう、両方わかるよ、私劇場の客席も座ったことあるし。そう、怖い話だった？そんなことないよ、そんなことないよ、よく見てるよって話だよ。え、声が変？え、なんでやろう。
なんでかな、どう変なんやろ、低い高い、低いかも確かに。だって今日さ全然人と話してない、ママと話したぐらい今日ね。新喜劇楽しみだね。あ、そう、多分ほんと人と話してないからだよ今日。ほんとにみんなとしか今日は全然人と話してない。そう、今日はずっと編集してたり、編集しながらね映像見るのが好きで、めっちゃ映像見ながら編集してた。ゴールデンカムイとか、あ、そう、ベビーバルキューレめっちゃ好き。私知ってます、ベビーバルキューレ。ベビーバルキューレがマジで好きで今ハマってる。ベイビーバルキューレか、めっちゃ好き。あの、なんて言ったらいいんだろうね、もっといろんな映画知ってたらあれと似てるって言えたかもしれないんだけど、あ、そうそう、高石あかりさんとが出てる、最近あのよく見る人だというと、そう、高石あかりさんとか、そう、なんと比べたらいいんだろうね。もともとアニメだったのか、まあ、とにかくあの MV みたいで可愛いの、演出、うん、映像が、映像とかあとセットとかも、衣装も可愛いし、あとなんならそのドラマの方、そう、ベイビーワルキューレエブリデイみたいなドラマがあったのね。そう、ドラマのエンドロールとかね、イラストだったりちょっとイラスト挟んでたりしてて、マジで可愛い。そう、日本の映画、アクション映画です。アクションすごいのはもちろんなんだけど、あの演技も好き、演技の感じも好き。あとすごいなんか日常の中にそのさ日常の中にそのアクションの世界、それこ その打ち合いとかするのよ、もうバン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 ってするんだけど、普通に考えたらさ、いや、こんなん住人近隣住民気づくやろって思うんだけど、でもバン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 ってするした後に普通にあの血がついた状態で普通に、あ、お腹すいたって帰ってたりとか、そういうね、非日常なんだけど、でも日常に馴染んでるの、それが、あ、ケチャップかなみたいなケチャップついちゃってるのかなみたいな感じ。そういうそのベイビーワルキューレだけの世界観が好きで、めっちゃハマってる今。でもこれさ2021年の映画だったの、知らなかった。私2021年の段階で知らなかったから、そう、私もそう、あのアクション勉強したいってなった。そう、一人で声出して笑う人、いや、最近気をつけてるのよ。この前さ、それこそママがねいる時にね、あのいつもの平常運転で、ママいる時基本平常運転で行けないんだけど、まあね、それはね一人じゃないし二人の時間だからね。そう、だから一人の時みたいにはならないんだけど、まあ不意に一人の時みたいに喋っちゃったの、いろいろ。なんか、あ、やばい、服着る、あ、やばいやばい、歯ブラシみたいなみたいな、なんか、あ、クローゼットとか、なんか次に動くことをね言わないと朝とか動けないわけだから、言ってたら、え、怖いみたいな、え、今の独り言みたいな、独り言がでっかすぎて驚かれた。そう、独り言多い私。なんか独り言言うことで整理されてる気がする、頭の中が。わかる？転ぶ前とか言っちゃう。あー今から転ぶ、あーこれ、あ、転んだ、痛いみたいな、転ぶ前から転ぶの分かってて言っちゃう。
なんか落ちる前とかも言っちゃう、物が落ちる、机から物が落ちる時とかもめっちゃ言っちゃう、あ落ちる落ちる落ちる、あ落ちたー終わったーみたいな、めっちゃ言っちゃう。言っちゃう。うわー分かる。なるの前どうだろう。メンバーみんなでいる時ってあんま喋んないかも、うん、あんま喋んない、我慢してる。だって恥ずかしいじゃん、独り言大きい大きいメンバーなんかちょっと恥ずかしいから、メンバーといる時あんま言わない。と思ってる、言ってるかもだけど、言ってるかも、言ってるかも、言ってるかもしれない。ホテル一緒になったら言ってるかも、うん、ホテルに、ホテル一緒になったら言ってそう。あお風呂お風呂みたいな、お風呂入りたい、入浴剤、あうんみたいな。そうそうそう、この前食べてる時、ご飯食べてる時もあのびっくりした瞬間あって、一瞬。そう、家族で暮らした時ってあのくちゃくちゃするのダメって言われてたから、あのくちゃくちゃしないようにさ、あの綺麗に食べるように気をつけてたんだけど、一人で食べてるとさ、その誰も注意しないし誰もいないからもう自分の世界じゃん。それで一瞬なんか、ん？今なんか落としたみたいな、自分で自分のねこと注意しないといけないから、ちょっとこの前はびっくりした。食べる瞬間ってさ気をつけなきゃ結構やばいよね、無意識に出ちゃうじゃん食べるって、日常茶飯事であるからね。だから本当に気をつけたいなって思った、食べ方とかね、本当に。今日夜ご飯に梅干し食べたんだけど、あのその梅干しが鎌倉の撮影のあの前にね買った梅干し屋さんで買った梅干しを食べたの。そう、結構強そうな感じの結構酸っぱめらしい梅干しを買ったのよ。で本当に人生で一番酸っぱくて、その梅干しがあの目開けられなかった。よくアニメとかでさ梅干しとか酸っぱいもの食べたらさなんかってなるじゃん、顔がこうなるじゃん。本当にそんな顔してたと思う。本当に目が開かなくていや今でも思い出したら笑っちゃう。本当にね、開けたいの、目開けたいのに開かないの、目が、もう目がもうこうなっちゃって酸っぱいってなって、もう目が開かなかった。本当に本当に本当に本当だから、いやもう食べたくない。噛むのもその後何食べても梅干しの味しかしなくて、あもうずっと、しかもこの顔ずっと目開かない。本当に強かった、強すぎた見せられなかった、あれは見せられなかったわ、さすがに。いや酸っぱいの無理。でも酸っぱいのってさ塩分入れてるから酸っぱいじゃん。なんでさ塩分入れちゃうんだろうね、日本って日本規模でかいけど、なんでだろうね、不思議だね。塩分ってむくぶじゃん。あ明日岩手公園むくんじゃうけどいいかな、梅干し食べちゃうった。あ餅が良くなるから塩入れるのかね。私甘いのが好きだから塩入れないやつが好き。あそこの梅干し屋さんそういえば面白くて、みかん梅干しとかあった。みかんが梅干しなわけじゃなくて、私も何が梅干し、何がみかんなのかちょっと分かんないんだけどね、なんかみかん梅干しとかちょっと変わり種が多くて面白くて買ったんだよね。しかも個包装なの、個包装で一個ずつ氷してるから、そう、それで氷してるやつを何個か買って食べた。
え、フルーツ梅干しって何？フルーツ大福みたいやん。あ、そう、トマト梅干しとかもあるよね。そう、それも売ってあった。結構おしゃれな感じ。蜂蜜梅干しは結構よく見るけどさ、それとか。いや、色も普通に赤。トマト梅干しはね、まだ食べてない。みかん梅干しはね、食べた。みかん梅干しの方が酸っぱくなかったかな。本当にその今日食べたのがもうさ、何、お寺で見る感じの、なんか何々祈願みたいな、幸運祈願みたいなね、あの印鑑みたいなシールが貼ってあって、強そうじゃない？ゴールドの印鑑みたいな、ゴールドの印鑑で押したのかなこれっていう、あの紋章が書かれてて、強そうな梅干し、そう、祈願系強かった。でもそう、ご利益ありそうな梅干し屋から、ある意味あの厄払いなのかな、厄払いはできてそう梅干しがもう、うわってなったから目開けられないくらいの衝撃を受けた梅干しだから、厄払いはできてそう。なんか変な霊とかついてたとしたら、あの全部取ってくれそう。試食なかった、試食なかったし、普通にもうパパパパって、基本試着もしないんだよね私。お店の滞在時間を短くしたいの、長々とね悩みたくないの。そうだから、そのお店でももうパパパパって取ってくださいってお願いした。って感じ。ね、試着とか基本。あ、そう、なるも梅干し買ってたかも。残りはね、またちょこちょこ食べていこうかなって思います。今日、それば久しぶりにお米を炊いたの。お米大好き、うん、最近常々思うんだけど、 AKB48 ってご飯に困らないんだよね。たくさん差し入れいただけるし、お弁当もちゃんと出るから、家で本当に料理しなくてもね、基本生きていけるの。あと普通に、そう、結構もう最近さ、もう朝昼晩食べなくても全然お腹は持つのよ。もうなんなら1食とか2食とかで持つんだけど、 AKB ってもうちゃんと朝昼晩で全部用意してくれるのね。だから朝、まあ、食べれなくて昼に、でも朝のご飯を無駄にはしたくないからお昼に持ってくるじゃん。でそのお昼のご飯をさ食べるじゃん。お昼に朝ご飯を食べたら、逆にお昼のご飯が逆にもったいなくなるやん。食べれないじゃん朝ご飯食べたら。でそのお昼を、じゃ夜に食べようと思って夜に食べるのよ、お昼のものを。で夜のご飯も夜のご飯でもらえるから、え、これどうしようってなった時に次の朝ご飯になるのねっていうっていうメカニズムで私は基本回っちゃうの。そう、しかもパンカツがあった日なんかはさ、もうパンカツしてきて朝食べれないってなって、それもお昼に、でもう同じリズムよね。そう、だからご飯を冷凍しとこうと思って冷凍しても、その冷凍したものってあのご飯に困らない日がないから、本当にずっと冷凍したままになっちゃうんだよね。いや本当に恵まれてます、ご飯に関しては幸せです。冷や飯って、うん、食べてる。あ、冷凍ご飯ってことだよね。
ね、普通3食職場で出ないよね。あと最近出張公演が多いのもある気がする。出張公演って出張先のご飯をなんか食べさせようとしてくれるの、スタッフさんが。出張公演先の、まあ、これが名物だから、この名物をみんなに食べてほしいって用意してくれるから、そう、本当に無駄がない。でも全部美味しそうなの、本当にね、無駄がなくて。だから全部持って帰っちゃうの、用意してもらえたことにも、ことも嬉しいから全部持って帰っちゃって、で、あ、どうしようってどうしよう、これいつ食べようって計算してって、ゆっくり食べてる。ね、あずんだシェイクね、飲んだよ。仙台、そう、仙台飲んだ。明日は岩手だから、岩手と秋田の名産食べれるかな。どうしよう。岩手はやっぱジジジじゃん、ジジジじゃんって。ちょっとどう、ウニじゃん、ウニとか海鮮系のイメージ、岩手と。あとね、ウニ来てほしい。ジジジジャジャー麺なの、ジャジャー麺なの、ジジジにかけてね、ジャジャー麺ね。あ、牡蠣、確かに牡蠣、ウニ、牡蠣、アワビあるかな。あ、盛岡冷麺、そうだ、冷麺大好き。冷麺大好き。冷麺食べたいな。あ、わんこそばもか。え、岩手って、あ、多いね、企画もの多いね。ジェジェジェって知らないか。なんて言ったらいい、あれ、あまちゃん、あまちゃんだっけタイトル。日本のイルボのあっちんドラマ옛なれいぬん、옛なれ言ったイルボの、あ、じゃイルボの言なれ言ったイルボのアチンドラマアマちゃん、アマちゃん、アマちゃん、ジェジェジェ。そう、秋元康さんも出てくるよね。秋元康さんの何、オマージュみたいな、 AKB のオマージュ出てくるんだよね。今宵の上ではディセンバー、え、めっちゃ歌ってた、懐かしい。いてよその日を追い込む、なななななな、なマーメイド、え、そう、めっちゃあったよ、秋元康さん役を。あの俳優さんなんだっけ、私本当に芸能人の名前をね覚えられないんだよね。古田新太さんだ、古田新太さんが確か秋元康さんのオマージュっぽい役をしてて、え、でもね、もうほぼ秋元康さんだったよ。スーツ着て眼鏡かけて、なんか基本こうやってで、お、いいんじゃないみたいなのを古田新太さんがやってて、そう、アメ横女学院、懐かしい。で、あとキャッチフレーズやってる感じで、吉川愛さんとかいた、妹キャラでやってたりとか。あと選抜っていう制度もあって、で、そこに昇格するためにみんな頑張ってるっていう。あ、そう、松坂芽生さんも出てた、懐かしい。
ね、懐かしいよ。あ、そうなんだ。結構前、そう結構前、もうすごい好きで見てた。私が一番好きなのは、ちなみに朝ドラで一番好きなのは何でしょう。あ、ヒロさん、タワーありがとうございます。ありがたわ。やばい、もう1時間経っちゃうね。私が一番好きな朝ドラなんでしょう。あ、正解は半分青いでした。あと、まあ他にも言うと、梅ちゃん先生も好きだった。わー、待って、スカーレットも見てたな。けど、うん、そうですね、半分青いは見返したもん、好きすぎて。世界もなんか出てる人だよね、きっと。永野芽郁さんのあの雰囲気が好き。そう、あとあの星野源さんの最初の曲がすごい好き。梅ちゃん先生はそう、古北真希さんが好きだったから。そう、アイディアって曲が好きなのと、あとその MV っていうのかな、あれは、あれ、そのそう世界観好き、あの絵描いてて、そうお絵描き、なんて言ったらいいの、アイディアの MV が好きだった。最初に流れる、オープニングに流れる歌と曲、あとその映像、曲と映像 MV が好きだった。そう、オープニングがめっちゃ可愛いの。可愛いよね、嬉しい。ん、ん、タワーさっき4出しとったけど、1,2,3,4、増えてるな。あ、でも読んださっき読んだよ。読んでなかったらごめんなさい、言ってください。一番好きなドラマは難しいよ。一番好きなドラマか、本当今はベビーワルキューレエブリデイです。もう今はベビーワルキューレが一番好きです。最近ドラマね、見てたよ。最近見てたドラマが、あの新宿野戦病院、面白かった。え、面白かったよね、ですよね、わかります。わかります、すごい好きでした、面白かったです。っていうか出演者がめっちゃ豪華だった。え、嬉しい出演者じゃないのに。うん、そう、小池栄子さんが出てるの好き。あ、みなむくんが恋人はママさんが見てたのを横で見てた。
地面師はすごいね、地面師流行ってるからね、見ようと、やっぱ流行りは追うようにしようと思って見たんだけど、まあ、面白いんだけど、たまに目つぶりたくなったけど、ストーリーとかすごい面白かった。ブラッシュアップライフは本当に好き、大好き、大好きです。いや、でも全然私も追い切れてない流行りはあるんだけど、そう、でもできるだけ追おうとは思ってる、ドラマ系は。あとね、なんだっけな、あ、すごい怖い裏飯屋、ブラッシュアップライフは本当に好きです。私はアニメはね、私が最近やっぱフェアリーテイルね、フェアリーテイル一旦終わっちゃったからね、はあ、悲しい。あのね、極悪女王をね最近は見たいなって思ってます。あ、本当だ、タワー増えた、増えたわ、増えたわ。パンダ、パンダ、ありがとう、ありがとうございます。いや、フリーレンも見た、見ました、フリーレン。あと薬屋の独り言は本当にハマりました、最近面白い、薬屋の独り言。あと新しく私的に、あ、面白いなって思ったのが、やっぱ転生、異世界転生系が私はすごく好きなので、そう、薬屋の独り言は私は漫画を読むまでに行きました。もう最近はあの電子書籍の漫画を見てます、購入して見てます。推しの子はもう私は追ってません。そう、異世界転生系が好きでして、私は今そう、転スラーはまあ好きだし、新しくね、いいなって思ったのが鑑定スキルで成り上がる、まあ、あと感動したのが男女の中の人、これ面白い、あ、こういう切り口あったんだって。男女によく出てくるけど、あ、こういう感じでできるんだみたいなが好きですね見ながら、あ、外科医エリーゼちょっと気になってた。いや、男女の中の人は見てみてほしい、新感覚だから。え、リゼロはまだ始まってなくない？始まったの？リゼロ、リゼロは見てるよ、見てた、今は見てないけど、でも全部見たよ。リゼロはね、リゼロ大好き、怖いけど、ちょっと苦しくなるところはあるけど、あれはね面白いですよね。あともうずっと好きなのは宝月の冷徹、宝月の冷徹は定期的に見たくなる面白さかな。このアニメとドラマもごっちゃになって、でも私多分アニメの方が見てる割合多い気がする。ドラマよりアニメの方がね、高校生の時めっちゃアニメ見てて、何回もアニメを見すぎて夜を超えました、朝を迎えてましたそう、何回ももう見すぎて朝を迎えてたから、それまで夜更かしとかしなかった私が。そう、フェアリーテイル100年クエストは、あ、もうめっちゃ話飛ぶね。フェアリーテイルの100年クエストはね、私漫画をね図書館で借りて読んでたぐらいだったから、アニメ化してめっちゃ熱かった、さすがに熱すぎた、本当に嬉しかった。で、なんならその図書館にね7話だけなかったの、その100年クエストの7話だけなくて、でその7話を買ったのよ、
この100年クエストの発表がある前に私は買ってたので、それも胸アツだった。え、買ったのにみたいな、買ったのに嬉しいみたいになった。大好き、エリテール大好き。ナルトはね、もう全員好き。あ、嬉しい。4ヶ月ぐらいテンスラ見てくれて。でもテンスラは本当に面白いと思う。どうかな、嫌な気持ちにもならないし、テンスラって本当に、テンスラって嫌な気持ちにならなくて、かといって退屈なわけでもないのよね。そういういい塩梅のアニメが好きです。そう、そうなの。薬屋がだからドハマりしてた。誕生飯もね面白いし、そうそう、そういう感じが好き。嫌な気持ちにならなくて面白いアニメが一番好き。でもなんかあれだよね、ナルトもフェアリーテールも全然辛い時があるんだよね。ワンピースもそうだけど、そこら辺ってやっぱ辛い時はあるんだけど、でもそれを乗り越えた時に一緒に喜べるっていう喜びはあるじゃん。だからどっちを取るかだよね。でも苦しいアニメって、まあ、何回も見ることもあるけど、その日常的な方って何回も見ちゃうんだよね。本当に息をするように 見れるから、そう、ナルトとワンピースとか、何、ちゃんと流れがある。喜びの前に一瞬そのさ、大切な人が亡くなってしまうとか、あの強敵に打ちのめされるとか、もうボコボコに殴られて、もうダメだ僕はみたいになった後に仲間がどんどん助けに来てくれたりとかで盛り上がってって最後夢は叶うみたいな、その流れがあるのがワンピースとかナルトだなって思うの。でもそっちの方が確かにさ、胸は熱くなるじゃん。あと一緒に成長してるというか、ストーリー性があるから、ストーリー性が強いよね。だからこっちも応援したくなるし、どんどんのめり込んでいけるじゃん。フェアリーテールもそうなんだよ。フェアリーテールもちょっとジャンプ系だから、そういう気があって、まあでも実際そのフェアリーテール好きだからね、まあそっちも好きだし、あとフェアリーテールはね何回も見てるの私、何周もしてて好きだから、そう好きなんだけど、まあね、ちょっと勇気はいる、見るまでにもう一回あの苦しみを味わうのかみたいな、あのそう、みんながそのキャラクターが苦しんでる時さ、こっちも苦しくなるのよ。あー頑張ってみたいな、頑張って頑張ってまだいけるよみたいな、そうなる。え、めっちゃ共感しちゃうんだよね。そう共感しちゃうの。だからすごい体力使うんだよね、ストーリー性高いのって。よりかはあの子供、ほのぼの系がすごい好き。ほのぼの系だともう本当にあのいつでも見れる。こっちがあの、あ今日うまくいかなかったなって思った時とかも、あよしアニメ見て明日も頑張ろうって見れる。いやフルーツバスケットもね、でもフルーツバスケットも基本ほのぼの系じゃないですかね。だからね、あゆるキャンね、そう見てる見始めた最近。あと前おかえりちゃんが教えてくれた
日常ってアニメがあるんだけど、その日常もね、日常っていうドラマもすごい絶対私好きなんだけど、ないネットフリにないの。しかもアマプラにもなくて、あ、見れる場所がないの。アニメアズマンね。でもね、フルバはね、すごいね、胸が苦しくなる時もあってね。そう、ま、あ、そう、ホリミヤもいいよね。ホリミヤはいいよね。アニメ見すぎていろんなものに交換しちゃう。いや、ホリミヤはいい、わかる。ホリミヤはいいよね。私もホリミヤ好きだった。でもあれをもう一回見ようとは思わないんだよ。なんか、ファーストリアクションで満足しちゃうの。一回目で見た時の、あの、何、どうなるか分かんないハラハラ感というか、いや、すごいの、ホリミヤってすごいんだよ。両方の立ち位置、結構恋愛ものでもあるんだけど、女子高生とかの学生の時のあの心境のさ、荒れ具合がすごいね、表されてて、それこそそんな描写がおしゃれなの、また描写がおしゃれなのよ。それこそ堀宮って堀さんと宮本だ堀さんと宮本っていう2人の、まあ、カップルが主軸になったストーリーなんから、まあラブコメなんだけど、絵がマジ綺麗なのと、あとね、その、あ、今こう、このちょっとのさ、仕草あるじゃん、その目合わせてくれなかったとかさ、私より早く帰っちゃったとか、ここでそれこそこっちが今日一緒にご飯食べようよって言って、あ、いいよって返してほしいのに、今日一緒にご飯食べようよって言った時に、あ、今日ちょっと用事があるんだよねって言われた時の、ちょっと用事に気が向いちゃったりする時あるじゃん。気が向いちゃう時あるじゃん。そういう、あの、少しの気づきとかのを描く描写がめっちゃうまい。そう、実写もしてるけど、私はもうアニメを推奨してます。アニメが好きです。堀さんと宮村くん、堀さんが女の子で宮村くんが男の子。あ、そう、かぐや様告らせたいも面白かったよね。あアニメ知りすぎてやばすぎ。そう、神たちに拾われた男もマジで面白い。あれは面白い。あれはチートだよね。あれはチート、異世界転生系。まさにそう、神に拾われた男はね、異世界転生系だね。プール入ってない。そう、細かい心理描写がめっちゃ面白いのが堀宮だし、その会話とかもすごい面白い。かぐや様はくくらせたい、あのさ、かぐや様はくくらせたいってさ、なんか最後まで見てこそ完結するよね。最後まで見て、あ、なるほどみたいな、だからかぐや様は告らせたいなんだって、まあ普段の感じからも見て取れるんだけど、そう、めっちゃね、あの最終回まで見てすっきりするアニメ大好きだから、そう、最終回見てすっきりした。あれは、あと実写版も面白いよね、かぐや様くくらせたいって。そう、実写版も好きなアニメがやっぱ銀魂かな。銀魂は私実写見てアニメまた見たいって思えたもん。実写ね、実写って難しいよね、本当にね。え、
最終回でちゃんとスッキリするのなら私は今これをおすすめしたいんだよね。隠し事アニメだと隠し事を見てほしい。ぜひ。え、これ知ってる人 いると思う。隠し事、隠し事いいよね。嬉しい、共感できて嬉しい。え、嬉しい、超嬉しい。え、どこでやってるか、ネットフリで多分やってる。え、知ってる隠し事。え、嬉しい。あれさ、最後まで見てすっきりしない？あれほのぼの系とな、泣ける系の結構中間なんだけど、あれね、マジで衝撃受けた。見た時、最終回まで見た時、えってなった。なるほどみたいな。であれめっちゃいい。あとドラマだとやっぱりアリス、今夜のアリス、今際だっけ、今際のアリス今はか、今はのアリス、今はのアリスだ、今はの国のアリス。そう、あれ、あれはマジで最後まで見てほしい。第一シーズンと第二シーズンあって、第一シーズンだけだと全然モヤモヤなんだけど、第二シーズンまで見てもらうと、怖いやつって思うじゃん、思うじゃん、怖いやつって。まあ、怖いんだけどもでも最近ネットフリックスドラマの方がもっとグロいから、あれでも何、漫画だったんだよね、もともと。漫画見てた方はまあ知ってると思うんだけど、そう、あれはね、最後まで見たら超スッキリする。本当にスッキリした。あれは最後まで見てよかったなって思うドラマ。うん、え、最後意外だったよね。でもなんか、あ、そういうことなんだってなるの。ちゃんと着地した、なるほどねみたいな。そうなんだよ、サスペンス、大どんでん返しというか、うん、そう、なんか結末というか、そう、そうなのよ。ちゃんと解決するドラマ、なんかどう終わるんだろうってずっと思うと思うんだけど、ちゃんと解決する。私はゲームの世界に残りたくないし、あの、まずあと最後まで生きれるかわからない。ね、あ、めっちゃ話した。アニメみんなやっぱ知ってる人多くて嬉しい、楽しい、話せると。うん、いや、イカゲーム系ではあるんだけど、イカゲームじゃないんだよね。そう、いや本当にそう、イカゲームっぽいけど、違うんだよ、アリスは違うんだよっていう。あ、してる人しかコメントしないんだ。そっか、じゃあめっちゃ暇してる人もいるか、ごめんなさい。それは、
そう、見ればわかる本当に。あ、でこの話、そうドボン、ドボンありがとうございました。8位になりました、ありがとうございます。もうみんながプレイしてくれたから、今回は、前回がね本当に予想外の追い上げっていうのがあったから、今回はその追い上げがさ思ったよりもなかったというか前回ほどなかったよね。そう本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます、嬉しい。あと今回のイベントでミユのパラダイスが結構増えたのが本当に嬉しかったから、もっと増やせるように、まあ今後もドボンやっていきたいなって思うので、夏にプレイしたの、ありがとう、ありがとうございます、本当にお疲れ様です、お疲れお疲れお疲れ様ですね。なかなかやっぱ会えなかった人はいたんだけど、そういやでもね、前回のやっぱ何リベンジをしたいってさ、私以上にファンの方が思ってくれてたのかなって今回すごい思ってて、私もまあリベンジできたらいいなって思ってたんだけど、でも本当に私以上にファンの方がリベンジしたいって思ってくださってる方が多かったから、だから今回出演が叶ったんだなって本当に思うから、本当にありがとうございます、本当に嬉しい。そう、楽しいライブにできるように私も頑張るね、来年の2月、ね、結構先の予定が決まっちゃったと思って、そうよろしくお願いします。ライブみんな当たるといいね、本当に当たってほしい、当たってほしいよ本当に。ね、まあ曲とかさ今後決めるのかもしれないんだけど、何しようかなって感じ、何したいかなって悩んでる、今から悩むな。え、今回キャパ小さめなん？マジか、それな、せめて100人以内の人は当たりやすくしてほしいよね、それな。え、私の選曲好きなの嬉しい、嬉しい。でももう私やりたい曲ほぼほぼ全部選んじゃった、あ去年と同じなんかい、誰キャパちっちゃいとか言ったん言ったんだね。あもう前回私会見してないかも、え前回私の中では前回、去年と同じ、確かに私去年参加してないから、その前の年はね、違った気がする、あ、なるほど同じところ、おーおーおー、あ、そうそう立川ステージガーデンだったよね、だよね、私そこしか経験してないかもしれない、ね、僕たちの地球はあのギターの演出がね良かった、思ったより私がやりたいだけだったからさ、ただ僕たちの地球、いやあれはマジでいい曲だよね、さすがミャオさん、ミャオさん、ミャオさんはマジで本当に最高、良かった。あれでも本当にエアギターだからね、あ本当はそっか、あれはやるのか、ベン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 って演奏するのかね、楽しかった僕たちの地球、いやそうコップの中のコップのレビューできたの本当に嬉しかったんだよね、いまだにドボンのカード全部、私が使ってるカードは全部立川の最後のドボンライブの写真のカードだから、そうライブの時の方が私は好きだな、なんか光の感じとか
そう、ラブクレッシェンド。え、だからね、あの振り付けもラブクレッシェンドってなってんだよ。ラブクレッシェンドだっけ。そう、最初、一番最初イントロ A メロ歌い出す前ってこういう振りが入ってんのよ。ラブにクレッシェンド、すごいよね。そこまで細かいさ、ところが感じれるの本当に嬉しい。何歌おうかな、まあ探してみよう。でも本当にあの今、うん、これやりたいって、本当にね、全部基本全部いろいろさ、エイトって曲やってきたし、前回のドボンコンもたくさんやったから、そうなの、なんかやりきった感すごくて、え、本当にかっこいい系とかわいい系と、でもかっこいい系やりたいかも。かっこいい系やりたいな。そう、今日は開封せずに行こうかな。え、私可愛い系需要ないでしょ。私はかっこいい系でしょ自分で言っちゃうのもやばいか。え、でも私はかっこいい系でしょ。可愛い系需要ないよ。そんなことないよ。あるんかい、あるんかい。私だってもうさ、エイトにいる時からさ、セクシーがかっこいいとこしかやってこなかったもん。自分で選べるようになってようやく、あのまあ可愛い系とかも私が出してできるようになってきたけど、基本ね、本当になんかかっこいいかセクシーだったからさ。そうそうそう。あ、でもそっか、会いたかった公園では可愛いやつもしましたね。一番あのブリブリキューティーな振りしましたね。え、でも私可愛い系大丈夫、かっこいい系でいくわかんないけど、まだ何を選ぶかわかんないけどね。え、確かにアイドルなんて呼ばないでとかもやってるけどさ、イメージはだってみんなそうでしょ。可愛いじゃないでしょ。まあ需要あるならまあやってみてもいいかなみたいなあるならやってみてもいいかなとは思うんだけども、ちょっと考えとく。セトリじゃないや、曲選ぶ上で考えとく。みゆき、ね、まあまた歌うね。今日はちょっともうさ、話しすぎた、さすがに話しすぎたから今日はこれで終わりたいと思います。アルキー、私も荷造りしてないよ本当にさ。どうしよう、キャリー持って行きたくないんだよね明日。そう、キャリー持って行きたくないんだけど、ね、持って行きたくないキャリーを、それだけ。キャリーを持って行きたくないんだけど、いや、して4時起きなの、やばいね、早いね。仙台行ったけど日帰りだった。そうだよね、あくび出ちゃった。でも手ぶらはちょっとやばいじゃん。あ、そう、セリちゃんはだって宣伝してたじゃん今日。宣伝
宣伝担当じゃん、セリカが。そう、キャリー持って行きたくないからどうしようみたいな。荷造りしない、私いつも朝してるよ荷造り、15分ぐらいで終わる。でも2泊とかだよね多分、1泊かな。そうだからキャリーで行きたくないからリュックで行きたいんだけど、でもちょっと悩んでる、どうしようかな、どうしようかなって。さすがになんか2着はさ、もなんかね欲しいからキャリーかな。私さ、大きいリュック持ってないんだよね。そのリュック持ってないのよ。だからキャリーかな結果。大きいカバン一着はやだ、着替えたい、寒そうだよね。そうだよね、寒いからキャリーにしときなって。どういうこと、どういうこと、それは。そうなの、そうなの。結果ね、全然プレゼントしてほしいから言ったわけじゃないので皆さん気にしないでください。そう、すぐなんか持ってないんだよねって言ったら、じゃあプレゼントでって考えてくれる優しい方がたくさんいるじゃないですか。本当に優しいんだから。いやー、そうなんだよね。キャリーとちょっと早めに入れようってなるよね。あ、やっぱ大きいカバンで行こっかな。服上だけ持って行こっかな。下は同じで。やだよね、アイドルのこんな話。ごめん、黙っとく、もう。寒いからさ、やだ。ね、まあ大きいカバンで行こうと。ね、ねって何がねなのか分かんないけど、でも本当に荷物私少ないんだよね基本。少なくて行けるようになった。それこそさ、コンビニ何売ってるかも大体分かるし、なんかこれはコンビニにあるから最悪コンビニでいっかみたいな思っちゃうから。そうそうそう、まあそんな感じで、もう私はお眠なので、はい、寝たいと思います。じゃあ、ニードルスの多いジャージが良さそうって、あ、私が持ってるもの把握してくれてるやん。私でもね、そうだね、それもあり、あり。じゃあ寝たいとポイポイ。お眠です。お眠です。じゃあランキング発表します。登壇してる方からいきますね。5、アットマーク5、ありがとう。12位が柳、12位おめでとうございます、ありがとう。11位がピッポ、11位おめでとうございます、ありがとう。で、10位がちーくん、ちーくん、ありがとう。あ、10位おめでとう、ありがとう。ありがとう。9位がザゼロさん、クイチュカエヨ、カムサムダ。8位がヌーくん、パルイチュカエヨ、カムサムダ。7位が安楽、生涯、ゆずかたおいさん、7位おめでとうございます、ありがとう。6位がヒロ、6位おめでとうございます、ありがとう。で、5位がカティオ、5位おめでとうございます、ありがとう。で、4位が田島タジさん、4位おめでとうございます、ありがとう。
で3位がパンダさん、3位おめでとうございます、ありがとうパンダ。続いて2位がえんちゃん、2位おめでとうございます、ありがとうえんちゃん。で1位がベロンさん、1位おめでとうございます、おめでとう、ありがとう。はい、ということで12位から次読むね。リムさん、キューさん、ゴールド888さん、ウーロン、大粒ちゃん、ケント、マイ、フィンド 4B さん、テオネオ、シュエモ、コーラルリーフ、和田さん、ピーヌシーさん、タツヒロ、ピーシア、カズニピースさん、リンパディ、トッシー、ジャケン、ジャリングさん、カックン、PTY、アスランヘデちゃん、ヨキ、チャヌゴロ、ハスキー、XD、ウィンザー、クマ4号、KYS さん、タイモン、ナオ、リックス、ヨーロ、フロスト、ヒデジロ、ユッタ、マツダ、アユ、チョンドゥンナンヌビシ、チカチャ、ヒテナマ、ヨンニ、ローソンジさん、タクン、クラッシングさん、サノ、ガスコイン、もしも鳥だったら、ヒデヒデ、井上芳弘さん、ミュウのクマちゃん、森シン、ネちゃん対、アンソヒー、ジェイ田中さん、ミッチー、ヒヨコさん、シゲさん、クラウドキューティーンさん、ハネクリ、ウフィーウフォーさん、ピヌシーさん、あ、ピールケウだ、ピールケウさん、インビジブルマンさん、ナベちゃん、ノブさん、タカ、ヒヨパン、アヤカン、ミチヒロ、マロ、テアースさん、ミリア、ホイホイ、ヒロシ、イリオモテ、マボロシ、タイキ、アデノシン、早送りカレーうどん、シホコ、AK さん、メタルピーチさん、アリテチ、プレイシー、ハッピーミューシー、鉄道好きコナンさん、ヤカ、はい、ありがとうございました、ありがとう。あ、おねむおねむねむです。じゃあスクショタイムいきますね。よいしょ、んちょっとさ準備しないと怖いから、ここか、いきます。あ、待って、無理だった。はい、チーズ。あー、来たー。はい、じゃあ皆さんの方で。はい、ありがとうございました。じゃあ明日岩手公演頑張ってきます。じゃあおやすみなさい。またね、おやすみー。